ってのはなんでこう気持ちいいんだろう。私はこの素晴らしさをとことん追求するよ。誰にも邪魔をさせないと思ったら、いとこのひろあきのやつが来ちゃってもう大変だよ。次回のちびまる子ちゃんは、まる子昼寝の道を極める、まる子いとこの面倒を見るの2本だよ。お楽しみにね。